2017アメリカ自由の女神100ドルプラチナ化1オンスプルーフ NGC PF70 UC FR 最高鑑定白金化リバティ。1997年アメリカ合衆国造幣局は投資家向けの地金型、コレクター向けのプルーフ版と2タイプの 99.95% 純プラチナ製のイーグルコインを発売しました。1998年よりプルーフ版が裏面のデザインを毎年変えるようになるまでは、どちらも共通のデザインを使用していました。この年のアニバーサリーエディションは伝統から外れ、1997年のオリジナルデザインを再び採用しています。表面にはジョン・メルカンティによる自由の女神の肖像がデザインされており、自由の女神の現代的な解釈を示しています。これはシリーズの開始以来変わらず表面に登場しています。肖像の周囲にはリバティ2017In God We Trust、 我々は神を信じるという標語、エ・プルリブス・ウヌム、多州から一つへを意味するラテン語で、多州からなる統一国家であるアメリカ合衆国を表す言葉、そしてアーティストのイニシャルである JM の文字が刻まれています。裏面は1997年に使用されたものと同じで、トーマス・D・ロジャースによるアメリカの空を飛ぶワシが描かれています。また100ドルアメリカ合衆国ポイント9995プラチナ1オンスウエストポイント造幣局での製造を示す W の造幣局マーク、そしてアーティストのイニシャルである TDR が刻まれています。